大阪景気作小康時計宇野久太郎くんはまだ生まれてこなかった前の世界のことをあまり忘れていない純真で内気な青年の一人であっただから一番初め奇怪なそのことに気づいた時から誰にも言わずに自分一人で考えた宇野久太郎くんが 朝から晩まで立ったままで働いている千丸屋デパートのおもちゃ売り場は5階の裏側にあたる東北の隅にあった。そこからはすぐ近くの壁に横に並んだ4つの妙な時計を見ることができた。4つの時計にはそれぞれ針が1本しかなかった。しかもその針の差し示す数字は 普通の時計の六時のところに、ちという字と、おくという字が左右に並んでいて、そのちの文字の左肩から順次に上へ丸く、いち、に、さんと始まって、奥の字の右肩へ回ってくるまでに、全部で七時までしかなかった。一本切りの針はいつも数字の上で少しずつ止まりながら、 地の字から始まって、まるで時間というものを細かくいくつもに断ち切って、その一つの断片の上を通る針の速度を拡大して見せているような速さで、盤面を一回りして、奥の字のところまで来ると、不意に今度は同じような速さで逆に後戻りを始めるのであった。そしてものの三分もしないうちに、 再び同じようなことが繰り返されてゆくのであった。針が字のところで止まると、その時計のかかっている壁の下扉が開いて、その中から幾人もの客が、おもちゃ売り場の前の廊下へ押し出されてくるのであった。四つの時計は、それぞれその下の扉の中から、時々姿を見せる可愛い万人の顔の異なるように、 刺し示す数字の数は買ってきままで違っていたが、しかし四つとも同じように、ほとんど隙間もなしに働き続けるのであった。まずここまでは何でもない。ありふれたエレベーターのドア口に過ぎないのであるが、ところが、ふとしたことからうのきゅうたろうくんは、四つ並んだその時計の一つが、他の仲間たちと違って、 少しばかり調子にへんてこな狂いを見せてきたのに気づいたのであった。もっともその微妙な狂いというのも、毎日デパートが開店したばかりの午前9時頃から10時頃までの客の出入りのあまり立て込んでこない頃に現れがちなのであるが、宇野久太郎くんがそのことにふと気づいたというのも、決して偶然ではなく、 これには色々わけがあるのであった。まず何よりも、九太郎くんが朝から晩まで立ったままで働いているおもちゃ売り場の位置が大きな役割を持っていた。前にも言ったように、おもちゃ売り場はエレベーターのドア口の真正面にあって、分けても北側の、 あまり売れないゴム人形や寄せ木細工の売り場を受け持たされていた九太郎くんにとっては、それはまるで、私を見ていてくださいよ、と言わぬばかりに、目の前にぶら下がっているも同じであった。そのような次第であるから、一方九太郎くんにとっても、長い一日のうちには、嫌でも数回はそれを見なければならないのであったし、多い時には、 ほとんどそちらを見ているのが一日の仕事でさえあった。実際また九太郎くんはその妙な時計を見ては普通の時計があんなに早く回ってまるで映画に出てくる時計のようにそんなに早く時間が過ぎてくれればと何度思ったことかもしれなかった。しかし宇野九太郎くんがその時計の妙な調子に 意味軸も気のついたもう一つの重大な理由を言い落とすことはできない。それは、その時計の下の窓から、時々額を見せる可愛い万人の少女であった。白いレースの折り襟をつけたマロンのユニフォームを着て、いつも伏し目がちにして黙々と働き続けているその娘は、他の三人の娘たちと、 大して変わるところもなかったが、けれどもその小さなトマトのような赤い唇の横っちょに、誰がつけたのか、ポツンと浮かんだごま粒くらいのほくろが、断然他の三人を圧倒して、かわいいの何のというよりも、ふっくらした体全体を、実にいたずらっこらしい、くちゃくちゃっとしたあどけなさの中に包んでいるのであった。 宇の久太郎くんは、その娘の胸にちらりと光る七宝製の定員マークが103番と書かれているのを、もうとっくに胸底深く畳み込んでいるのであった。さて、話は前に戻って、久太郎くんの気づいた時計の変調というのであるが、それは他でもない、四つ並んだ時計の中で、 一番右の端にあるその問題の103番が、時々、途中のどこへも止まらずに、一度に地界から屋上に登ってしまったり、あるいはまた途中、どこへも止まらずに、屋上から地界へ降りてしまうのだった。これは確かに妙な動き方であった。がしかし、考えてみれば、もともとエレベーターなぞ。 客の求めに応じて動くものであるから、そういう注文があったとすれば、そうした動きにも別に不思議ではないのではないが、最初九太郎君がそれを見た時には、そう思って別に気にもしなかったのであるが、ところがそうした動きが一度ならず二度三度と目に留まると、その時から妙な神経が九太郎君を引き止めるようになった。 前にも言ったが、九太郎くんはかなり純真で内気な青年であったし、そこへ持ってきて、もうとっくに103番号を胸底深く畳み込んでいたから、九太郎くんがこのちょっとした不思議を誰にも告げずに一人で考え始めたのも、無理はなかった。いや、それどころか。 このことを自分一人の秘密を誰にも感づかれまいと警戒する気持ちが早くも芽生えさえしたのであった。ところで、九太郎くんは考えた。はじめは何のことだか解目検討もつかなかった。が、だんだん観察を続けるうちに、この時計の変調には変調ながらも一定の決まりがあることに気がついた。 まず、この機械な103番の途中無停車昇降は、ほとんど毎日のように見られるのであるが、それは決まって朝のうちに、割に静かな頃に現れるのであって、回数は必ず1日2回に決まっていた。例えば、今まで順調に所々へ止まっては上下していたのが、 急に地から奥へ途中無停車で登ったかと思うと、それからまた順調に戻って、しばらくは普通の運転状態が続き、やがてまた急に奥から地へ降りるという風であった。そしてこの二回現れる無停車証拠は、前のやつが現れてから、早い時は15分くらい、遅い時は30分くらいしてから、 ひょっこり後のやつが現れるのであるが、前のやつが上りであったなら、後のやつは下りであろうかと思って見てみると、しかしこれは決まっていないらしく、前に上ったかと思うと、二度目にも上りだったり、前に降りたかと思うと、二度目の時に上りだったり、下りだったり、まるでめちゃくちゃの気まぐれで、どうやら決まりはないらしい。 いたどうしたといううしとのだろう宇野久太郎君はむきになって考えながらも途中無停車の現れる時にはそっとあたりを見回しては自分以外にこのことに気づいている人間はないかどうか確かめるのであったが無論こんな微細な変調に目をつけているような暇な定員は久太郎君以外に一人もいなかった たまに103番の扉の前に立って、その妙な時計を見ながら待っていた客があったとしても、そしてその客の前を止まりもせずに103番が登っていったとしても、そんな時の客は首をかしげたりするより先に、すぐ隣にいくつも並んだ他のエレベーターのドア口へ行って、糸もたやすく用を足すのであった。静かなものだ。 九太郎くんは安心して、ゴムのオンマやワンワンを売りながら考えた。下宿のせんべい布団の中で、103番のほくろをまぶたに浮かべながら考えた。すると答えの代わりに、なぜかわけのわからぬながらも、妙な不安とも嫉妬ともつかぬものが、ふと心の中に芽生え始めた。 そしてそやつはみるみる意外に大きくなって、もやもやとした殻が破れると、今度ははっきりした形を表し始めた。九太郎くんは、途中無停車をやらかすときの、実にそのときの103番の箱の中で、どんなことが起こっているか、そいつが無性に見たくなったのであった。翌朝、 九太郎君は息を凝らして待ち構えた。悩ましい時間が流れた。と、案の定、途中無停車が現れた。上りだ。一旦無停車で屋上へ上り詰めた103番は、すぐに普通の運転状態に戻って下り始めた。客がなかったか、7階へは止まらなかったが、 すぐ次の六階へちょっと止まると、今度はいよいよ五階の番だ。久太郎くんは何か急用のできたようなふりをして扉の前まで来ると、焼きつくような視線を時計の上へ投げかけた。針は正しく五階へ止まった。が、何としたことか、扉は開かない。おやおやっと思ううちに。 すーっとそのまま針は動き出して、三階と二階へ止まって、地階へ降りてしまった。たぶん満員だったんだろう。九太郎くんは、もじもじして売り場の方を振り返った。誰も見てはいない。思い切ってもう一つ待ってみよう。そう思って時計を見てると、 もう上りになった103番は、3階の上を通して4階でちょっと止まり、再び動き出して、やっと5階へ来て止まった。九太郎くんは意気込んで一歩前へ乗り出した。と、その途端に針は動き出して、扉を開けずに103番は6階の方へ登って行った。 不安とも侮辱ともつかぬ激しい感情に不意に叩きつけられて、九太郎くんはふらふらと自分の職場へ戻ってきた。なんということだ。もしや彼女は自分の気持ちを知って、こんな締め出しを食わしたのであるまいか。けれども九太郎くんのその恐るべき疑念は、売り場へ帰っておののきながら、 そっと横目で時計を見つめているうちに、おいおい、疑惑は疑惑ながらも、別な疑惑に変わっていったのだった。というのは、よく気をつけて見ていると、それからの103番は、相変わらず順調に戻ったまま、適宜に所々へ止まりながら、無論誤解へも止まったり止まらなかったりしながら、 上下し続けるのであるが、しかし時に5階へ止まったとしても、それはさっきの調子で、ちょっと針が止まるだけで、決して扉は開けない。しかもなおよく気をつけて見ていると、何階へ針の止まる時間も、扉開けずに5階へ止まる時間とほとんど同じ長さである。つまり何階へ止まるにしても、 ちょっとだけ止まるのである。そしてそうした状態は何回も続いて、いよいよ九太郎君を一層深刻な疑惑の中へ落とし入れていったのであるが、やがて始まってからものの二十分もした頃、急に下りの途中無停車が例によって現れたのだ。そしてなんとその次の登りからは、 各階の停車時間が少し長くなって、5階へ止まった時にも、初めて扉が開いて、中から子供を連れた客が出てきた。その客の後ろでは、相変わらず伏し目がちの103番上が、何事もなかったように、澄まし込んでしとやかに扉を閉める。ただ例のほくろだけが何か言ったようだ。 そしてそれからは、隣の三つのエレベーターと同じように、多かれ少なかれ客を出し入れし続けて、夜まで異常はなかった。異常は、しかし、宇の九太郎くんの上に起こった。それから丸一日半というもの、九太郎くんは、ほとんど誰とも口をきかなかった。 毎朝二回の途中無停車。それだけを103番の変調と思っていたのに、よく気をつけて見ていれば、そもそもの二回の変調との中間こそ、土台変調ではないか。九太郎君が異常を起こすのも無理はなかった。ところが、その晩散々悩み抜いた挙句、九太郎君の上に、 素晴らしくも意外な霊感が下ったのだ。というのは、それまで止まっても決して扉を開けないエレベーターの中身にばかり変な妄想を呈して、その前後にある途中無停車の現たる存在を忘れてしまったのに気づいたのだ。もしも彼女がエレベーターを普通に働いているように運転して見せかけながら、 その実中で人に見られたくないようなことをしているのであったなら、なぜ人目につきやすい途中無停車などを前後に決まってくっつけるのか。そうだ、あの途中無停車こそは、むしろ中間の変調の、始めと終わりの印ではないか。そして中間の変調中で扉を開けなかったのも、一つの旋律を作り出す作業を、 途中で邪魔されたくなかったから、と見ることはできないだろうか。戦慄とは何か。そうだ、あの時計だ。ああ、なぜ中身にばかり気を取られて、あの時計に、いつも見てくださいと言わぬばかりに、自分の前にぶら下がっているあの妙な時計に、なぜぼんやり気づかずにいたのだろうか。 言い忘れたが、九太郎くんは、もう3年も前から、千丸屋デパートのおもちゃ売り場、それもあまり売れない、旧式なゴム人形や積み木細工を専任されていて、いささか暇に任せておもちゃをひねくり回したおかげで、一定の組織ある事物を分解したり、組み立てたりする偉大な能力が、我姫と共に知らぬ間に培われていたのであった。 さて、翌朝、九太郎君は、生き生きと目を輝かしながら売り場に着いた。そしてポケットから手帳と鉛筆を取り出すと、そいつを売り台の上へそっと置いて、さて、極めて緊張した態度で、103番の時計の方へ流し目を送るのであった。やがて、最初の変調が現れた。九太郎君は、 おもむろに鉛筆を取り上げた。そして103番が、人知れず上下しながら、例の変調を続けるにつれて、密かに鉛筆を動かし続けた。そして二度目の途中無停車が現れると、手帳をしまいながら、九太郎君は満足げにあたりを見回した。相変わらず誰も彼も、 商品の整理や商売にばかり気を取られて、見てるものは一人もない。この隙にちょっと、九太郎くんの手帳の中を覗いてみよう。途中無停車にて上り、五三一へ止まって下り、一二四五へ止まって上り、七六二へ止まって下り、 一三五六七へ止まって上り、四一へ止まって下り、三四五六七へ止まって上り、六五三一へ止まって下り、一三四六七へ止まって上り、途中無停車にて下り。さて、この表を前にして、その晩は九太郎君が、 病人のように埋めき続けたのは言うまでもない。下宿のおばさんが夜中に目を覚ますほどの精進ぶりで呻吟し続けた九太郎くんは、やがて夜も明け染めようとする頃になって、やっと最初のヒントをつかんだのだ。それはまず、前後二回の途中無停車を、信号分の発信符号及び終信号とみなして、 その間の合計八回の証拠を、各々その信号分のファクターとする、至極く穏健な解釈であった。そしてその各ファクターにおける時計の針の停止回数を、それぞれに集計してみて、各ファクターの完明な式を作り上げた。その偉大なる寄せ算の結果を、順次に並べると、たちまち次の通りである。 9、12、15、22、5、25、15、21。さて、このヒントをつかむまでが、実は難産なのであった。これから先はかかってみると、案外すらすら片付けられた。すなわち全部の数字が割に小さいのを見て、 このまま何かの音表文字に当てはめられるのではないかと思った。ところが、このファクターによる信号の最大表現数が、つまり一階より七階を全部止まって登り、あるいは降りたとしても、二十八にしかならない。二十八時以内で言葉の綴れる音表文字は、色派でもアイウェオでもないアルファベットではないか。 そこで ABC の9番目の字は I であり、12番目の字は、15番目はという順序で拾っていって横に並べると、その次は V, E, Y, O, U の字で拾い出せた。途端に Q 太郎くんは変な身振りで飛び上がった。なんと、 我が愛する103番の北路城は、黙々としてしとやかに働き続けながらも、いとも素晴らしき言葉を送ってきたではないか。翌日、九太郎君はわざと遅刻した。そして表玄関から店へ駆け込むと、遅れたのだからやむを得まい、と言わぬばかりの急いだ格好で、客用のエレベーターへ飛び乗った。 無論103番のである。いた。まさしく差しうつむいていた。動き出すから真っ赤になって、何がなんだかめちゃくちゃなうちに誤解へ着いた九太郎くんは、返事どころか定員仲間に許されている程度の挨拶さえも残さずに、いや、残しえずに真っ赤になってそのままあたふたとおもちゃ売り場へ駆けつけた。 まず、五分間かかって気を沈め、それから珍しく主任の機嫌を取っておいて、自分の売り場へ引き返すと、例の手帳を取り出して、悠然として構えながら待機の姿勢についた。まもなくその日の信号が送られてきた。なるほど、朝のうちなら、刺してお客に迷惑もかからぬからな。 九太郎くんは感心しながら記録を続ける。終わると今度はすぐにその場で解読にかかる。今日のは少し長いようだ。数字をアルファベットから拾い出して横にする。どうやら今度は適正の英語ではなくてローマ字綴りらしい。今夜、帰り、に、 待ってて、ね。今夜、帰りに待っててね。無論その日一日が、九太郎君にとって、先週の思いで過ごされたのは、断るまでもない。やがて、夜が来て閉店間際になると、早めに切り上げた九太郎君は、二階の五服部で泣けなしの釜口をはたいて、 ほくろ城に似合いそうなショールを一陰奮発すると、店裏の路地の暗闇の中へすくみ込んだ。まもなく裏口の方から、家路を急ぐ店員たちがざわざわと流れ出てきた。着替えに手間がかかるのか、ほくろ城はなかなか出てこない。やがて人の流れがどっと減って、ぽっきり人影が途絶えた頃、 やっと北路城が現れた。すると九太郎くんよりももっと裏口に近い暗闇の中から、不意に良きもしない男の影が現れて、北路城に近づいた。思わずはっとなってみると、二人はぴったり寄り添って話しながらこちらへやってくる。途中の街灯に照らされた見覚えのある男の顔は、 確か一階の用品部の男だ。恋人同士の囁きが闇を流れてゆく。何でもこの辺でうろついていたよ。本当怖いわね。怖くもないさ。おもちゃ屋だもの。聞きながら、震えながら、我が偉大なる暗号解読家は、 根本的に重大なる過失に気がついた。まったく、百三番に無言の交渉を持っている男は、五階の売り場には確かにいなかった。しかし、証拠時計は何階にでもある。翌朝、同じ店内の心安さですぐショールを払い戻してもらうと、 昼の休みに九太郎は、あたふた隣の局へ行って、金十八円なりの新しい貯金通帳を作ってもらってきた。もうほくろ城のことは諦めていた。時計の針の動きも、今日は貯金の数字に見えた。そして昨日までの部分を破り捨てた手帳の新しいページに、 月18円ずつ小遣い線を貯金していったら、170億の国民の義務の何パーセントくらいがご奉公できるかと、エレベーターに尻を向けつつ、鉛筆を盛んになめて、神妙に計算し始めた。